高藤力はギャンブルで5万円を一晩で8000万円に増やしたことがある。高藤力は2000年3月場所で幕尻優勝をしたが、前場所では師匠から引退勧告を受けていた。これは12日目を終えて4勝8敗で、大負けしたら十両陥落が決まるためだった。そして3月場所でも負け越したら引退と言われたが、初日から12連勝し見事に初優勝を果たした。高藤力は初優勝の晩、20軒飲み屋をはしごしたという。高藤力は優勝賞金や祝儀を借金の返済に使ってしまった。周りの力士から金を借りすぎて、高藤力の顔を見ると皆逃げ出していたという。高藤力の借金は最高で1億だった。高藤力は下積みの頃競馬で当ててギャンブル中毒になった。高藤力は能登半島地震の被災地に貴乃花と赴き炊き出しに従事した。